りたい魚、食いたい魚、釣ってきたものをみんなで作って食べるという企画になります。はい、はい、お、全員だ。おい、来たー。マジか、釣ってる、バンバン釣ってる。まあ、鉄板かなんかして、うん、で、貫禄、貫禄にかなんか。お、貫禄できる？多分できる。エールライツ見たかった。はい、する。はい、します。ゆうたろう、さく、フィナーレ、早野カンノリだ。すいません。はい。早野カンノリ。はい。ゆうたろうさん、かけ声を。レッツペラーイ。味してない。何の味かどうすか。締めてどうぞ、喜ん入っていこうか。はい、お願いします。はい。ちょっとこう閉まってもらうんですよ、ここ。なんで？めっちゃ元気かも。400g。やばうまそう、少々。やっちゃう？はい。もう油引かないかな。いや、いらないんじゃないですか。牛脂で。出ますもんね。自分から。うちさんから。行きます。はい、おー、これすごい油が。すごっ。え？もうやらん。もう、ぐつぐつされてる。ちょうど火は通りそう。すごい量の油やね。もしかしていいやつ買ってきてんじゃない、こんちゃん。佐賀牛じゃん、佐賀牛。佐賀牛これ、兵庫県とか言ってる。カンノリって、一回揚げちゃっけんが、ああいう骨まで食べれるわけ。ああ、そうっすね、多分。骨までシャキシャキ食うよね。はい。もう一匹丸々。小魚食うんだけど、あゆとか美味しかもんね。あゆ美味しかったね。コケしか食わったやつは。どこまで油に変換されるって。コケのやろ。言うたらどんぐらい30分ちょっとぐらいですね。今から20分ぐらい、はい、20分以内にできなかったらアイスシュークリーム1時間以内で終わった。よし、じゃあこいつカリッとやって焼肉のタレやる。絶対うまいわ。どうしよう。うん、いいやいいやいいや。 OK、これ 100% ね、ビール合うよ。ビールあります。これやばいよ。はい、入れてきます。いいですね。いい匂いしますね。いい匂いする。いい匂いしますよ。熱っ、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 バカにしなくて。全部今回ごらんなさい。おお、あー、いいね。もう何の魚か分からんないもん。そうね、骨まで噛むわけね、はい、結構ガッツリね。これであとどんぐらいかかる。で、あとはもう少し煮たら終わりです。お肉焼こうか。あ、もう焼き始めて終わっちゃうの。よし、じゃあ行くよ。お願いします。焼いちゃいます。でかいってどうなっちゃう。もうちょっとまな板いるね。行きます。うわ、でっか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 、うわ、絶対うまい、こんな。ゴンちゃん豪快な男やね、やっぱね。結婚するならゴンちゃん。結婚するならゴンちゃんって言うもんね。付き合うならいい。付き合うならゴン。ああ、なるほどね、わかりやすい、はい、どういう意味。え、いや、これもういいんじゃない。もういいんじゃない、増えるんじゃない。いやー、もう美味しそうですね、これ。はい、こんなもんで。はい、はい、料理も完成。とんでもね。はい、これやばい。カークステイ、ガーリックステーキ。はい、これとんでもない。はい、美味しい。はい、美味しいカクテイ。切りましょうか。はいよ。はい。ここまで生で大丈夫ですか。まあ牛だからな。牛、牛です。あ、じゃあ大丈夫。牛だったら大丈夫です。これはいける。これは大丈夫なやつだ。砂糖と醤油。砂糖、醤油、酢、みりん、酢、砂糖。砂糖2回言うな。お酒か。醤油から来た。醤油、おすすめどうぞ。
ボールも。じゃあ、はい、入れていきまーす。で、CM。の飯マルシン発売ってやつでしょ。あ、そこまで知らん。え、適当に言って何やそれ。よし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 。よいしょ。頭がね、3匹ほど取れちゃった。甘露煮の完成です。はい、ゆうたろうくん、いいものこれ。何バスか。矢野っぽがやん。じゃあこちらですね、甘露煮。早野甘露煮完成しました。お、うまそうやん。うまそう。なんか茶色。いただきましょうか。はい、はい、いきましょう。はい、いただきます。いただきます。ファイナルやね、山下。はい、ファイナル。お疲れ様でした。甘露煮これいただくよ。はい、いただきます。いただきます。うん、うん、うまい。あ、おいしい。うん、うん、うん、おいしい。おいしい。ちゃんと骨までいきましたね。うん、あ、おいしか。よかった。おいしか。うん、もう食おう食おう。今日は多分全部味濃いよ。うん、うまい。おい、あ、もううまー。酒飲みようやね、これ。うん、おかずばっかり全部この酒飲みよう。あ、おいしい。うまい。あ、やば、こっちのステーキ。うん、あ、うまっ、うまっ。うん、うまい。ニンニクの味だった。はい、ガーリックステーキ。なるほど。生活最終日やね。うん、寝る時の寒さ対策もどうする。なんか日に日にその良さを見つけてこれます。どんどん快適にできるというか。うれしさじゃない。うん、うん、魚いっぱい嫌いだし。ほんでね、何種類か、20種類か、なかなか全部くれんですね。しかもいい感じにみんなばらけた飛ばすってきた。初日と2日目の被りの見事でもなかったけど、うん、いや、久々に食いて美味しかった、やっぱ。うん、味がめっちゃしつこいもね。です。一回素味しとってんすよ。うん、うん、うまかった。そう、ペロって食った。ペロって食ったね。チョコたっぷりパイ、チョコたっぷりパイ。あ、買っちゃうんだ、豪華やな。でも、一番安いから。あ、すごい。スライムみたい。プルンプルンする。すごいっすね。だから、チョコチョコ作ったよ。やっぱ、あの男は優しい。あ、洗い物ちゃんです。洗い物ちゃんですね。一人、まあ、一人でいいっすもんね。一人で終わり。もう負けた。いや、僕は負けん。かっちゃんに勝てばよかった。よしよし、じゃんけんぽい。イエーイ。ちょっとここまでってキュッてした。もう一回よ。ということで、今回山生活2泊3日やったんですけど、いかがでしたでしょうか。今回はね、なんかでかいものを釣ろうとかじゃなくて、山を満喫しつつ釣りたい魚、食べたい魚を中心に楽しんでみました。はい、どっちかって過酷じゃなくて楽しもう。こう47都道府県の方も過酷じゃなくて、まあ視聴者さんとっていう風にした方がいいかなって、いろいろコメントもね、あのアンケートでもらいましたけど、で無人島はやっぱり過酷にしたらいいんじゃないかとか、いろいろ企画考えながらですね、思っております。この山でね、いつかね、ご視聴者さんね、呼んで一緒にキャンプしたいなと思ってるので、うん、まあ、まだコロナ増えてきたんでね、ぼちぼち減ってきてできるなと思ったタイミングで一緒にできたらと思ってますので、その時はぜひね、お声掛けさせていただきたいなと思っております。ということで、これ山生活楽しいだな、楽しそうだなと思った方、コメント、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これよかった。パオそのパワーですよ。毒が塗られた。鼻くそについてそうとしても触らんでください。ご視聴ありがとうございます。次の動画はこちらから。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。